皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのとしです。中学2年生の理科、今回は化学反応式とはどんなものか説明していきます。化学変化を化学式を使って表したもの、これが化学反応式です。化学反応式とは、化学変化を化学式を使って表したものです。ですから化学式をしっかり覚えていないと化学反応式を作ることはできません。では例を使って説明していきますね。例の1番、炭素が酸素と化合して二酸化炭素ができる、この変化、ね、この化学変化を化学反応式にしてみます。化学反応式でも数学と同じように式の左辺と右辺があります。左辺には、化学反応の反応前、反応前の物質を書いて、右辺には反応後、の物質を書きます。ここでは反応前は炭素と酸素、これが反応して二酸化炭素になるので、炭素足す酸素、矢印ですね、これイコールじゃないので気をつけましょうね。そして二酸化炭素ができると、こうなります。ここでそれぞれの物質、化学式を書いていきます。炭素はC ですね。酸素は分子を作っているので O2 と。二酸化炭素は CO2。こうなります。これを図にしていくと、炭素の原子が一つあって、酸素、ね、原子が二つくっついて分子を作っていて、そして二酸化炭素は炭素が一つに酸素が二つついてできていると、こうなります。この時左辺と右辺で原子の種類、これが等しくなるにします。では等しくなっているかどうかを確かめますね。左辺では炭素が一つあって、右辺でも炭素原子が一つありますよね。で左辺で酸素原子が二つあって、こちら側でも酸素の原子が二つですから、左辺と右辺で原子の種類と数が等しくなっているので、ここに化学反応式が完成したわけです。ここでは何の操作もなしに化学反応式できましたけれど、これこういう場合だけではありません。ではそのことを例の2を使って説明します。銅を加熱して酸素と化合させると、銅足す酸素、できるものは酸化銅ですね。ね、酸化銅ができるんですね。これをそれぞれの下に化学式書いていきます。銅は Cu です。酸素は O2 でしたね。で酸化銅は CuO です。こうなりますね。これを図にしていきます。銅の原子が一つと、 O は酸素の原子が二つくっついて分子を作っています。そして酸化銅は Cu と O が一つずつくっついているわけです。数を確かめます。
銅の原子が左辺で1つ、右辺でも1つ、酸素、ね、原子は2つあったのが右辺では1つしかありませんね。これ数があっていませんですから正しい化学反応式じゃないんですね。こういう場合どうするかというと足りない部分を足していきます。 O がこちら側で1つ足りないので O を含んだ CuO、 これを2つにします、ね、CuO、 これで酸素の原子が2つ、こちらでも酸素の原子が2つになりました。でも CuO が1つ増えたので銅がこちら側に2つあるのに左辺では1つしかありません。足りない部分を足していくのでこちら側に Cu の原子を1つ足します。これで Cu がこちら側に2つ、右辺でも2つ、酸素の原子が左辺で2つ、右辺でも2つ、数が合いました。この図に合わせて化学反応式、手を加えます。銅の原子が2つあるので Cu の前に2をつけて 2Cu にします。 O2 は数合っていましたからそのままですね。こちら側では CuO 酸化銅、間違えました、酸化銅が2つできたので CuO の前に2をつけて 2CuO にします。ね、2Cu プラス O2 矢印 2CuO、 これで右辺と左辺原子の種類と数が等しくなった正しい化学反応式が完成したわけです。今回は化学反応式とはどういうものか簡単に説明してみました。今回も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。皆さんはどうぞこの動画を参考に教科書や問題集の問題に取り組んでみてください。ではまたお会いしましょう。さようなら。